ト,トヨタ自動車は5月の中国における新車販売台数が前の年を20.1%上回る16万6300台だったと発表しました2か月連続で前の年の実績を上回りましたカローラやラブ4レクサスなどが好調だったということです月月から5月の累積では58万100台販売し 前の年に比べて減となりました一方、ホンダとマツダも5月の中国での新車販売台数をすでに発表していてホンダは前年比1.7%減の13万4230台、マツダは前年比31.6%増の2万2886台でした。